とか行けてないのか。レンガランプなんかランプのところ行った。よし、行けそうで行けるな。無理だな、これ多分この段じゃもう一段上じゃないと無理なんだ。これスライムブロックの粘着、いこうか。これでいけたりする？はい、終了。そうだよね、いけないもんね。よし、その段下がればいけ。痛い、調子乗った。オッケー、いけた。はい、再びスライムブロック。これ多分ね、ここを持ち上げたいんだよね、おそらくね。こう持ち上げていくみたいなことってできますかね。他はもう全部手に入れてるよね。まだ探せてない場所。ブロックの裏とか見れるのか。持ち上げるか。持ち上げていくか、もう。こことか。怪しいよね。あった、たる。んー、スライム。いや、ということは、全部の裏。こいつ、このピストンの裏すらちょっと怪しくなってきますね。そもそもこのピストン自体の裏はどうなんですか？ここはない。あとそこか、そこのピストンか。ここにもない。スライムブロックが1個増えたから、あともう1個ぐらいなブロックが欲しいよね。右2段目から最大限まで伸ばしてのレッドストーン。これで、あー、それでそこは伸びた。あー、だからそこに行けるようになったねーって感じだよね、今状況としては。それであの上まで行きたいね。そのためにはここが登れる必要があるね。もう一個ぐらいレッドストーンがいるな。なんかもうちょっとな感じもするよね。あとクリアまでもうちょいって感じかな。多分ここでもうここはもうベストですよね。あとはこっちに上がれないから、なるべく近づけるためにくっつけるか、こっちに。はいはいはい。で、そう言ってそう言ってジャンプみたいな。ここを取ってここ行ってこうみたいな。多分届く気がしなくもない。いける、よし。ということはこれはもうほぼじゃない。で、ここジャンプ、よし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 。で、ここ冷静に、ここもジャンプ。はい、不思議なスライムブロック、最後までスライムブロック。あスライムブロック、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 最後も青い、なんか最後は青のスライムブロックに当たったけど、あとはどうやってそこから出るかか。
6つスライムブロックが手に入りましたとさ、それで部屋の至るところにつなげられそうだな。むしろレッドストーンブロックをそこに置いても意味ないよ。開いたね。あー、分かった分かった。ということはレッドストーンブロックをなんか変な形にあそこにちょうどなるように置けばいいのかな。となるといいよ、なんかラストっぽいよ。でも多分ここまでスライムブロックを手に入れさせられるってことはスライムブロックをガン使いした方がいいんだろうな。実験教室って感じだよ、もはや。スライムで6個いける、考えろ。スライムで6個できることによってできることがあるはずだな。そこに繋がりそうだな。こう繋がる。で、そこに置いたやつをここブレイクできるんじゃない？これじゃない？これ、これっぽい。これで引っ張ったブロックを、そうだね、引っ張ったブロックをそのまま押し込んでみたいな、いけるんじゃない？あ、なんかちょっと違う、なんかちょっと違う。これでいいのかな。その引っ張って押してほしいのよ、あなたに。ということはめちゃくちゃいろいろ使うな。これじゃ回収できないんだよね、これが先に行っちゃうと。なんか惜しいところまで行ってるような気がするんだけど、絶妙に違うっていう。なんかこのドアをね、どちらかというとバーンしたいんだけど、バーンするためにこのプッシュを使いたいんですよね。このプッシュを使うためには重くするか、登る時間が増える。やってみるか。いや、くっつかんな。あ、わかった、見えた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 気がする。つくっけ、これって。いや、もう一押しですな。もう一押し無理か。あ、待って、これでいいか。これでいいじゃん。で、それで押すのに足りないから、いやいやいや、よしよしよし、大丈夫だよ、落ち着け落ち着け、大丈夫大丈夫、これでこれでいける。これ3度目の正直。よし、粉砕やった、粉砕した。あとは、これでいける。やった、もう脱出脱出でいけるいけるいける。というわけで脱出、よし、脱出成功。ふう、めちゃくちゃ面白かったけどね。鉄扉破壊の苦戦を張ったという、いや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 、面白かった。いや、かなり面白かったな、これすごい、よくできてる。なんか頭は使うけど、なんかそういう文字の謎解きとかじゃなくて、いっぱいトライアンドエラーしてやるのが結構楽しかったですけどね。いやー、すごい、いや、最後気持ちよかった。いやー、というわけでなんとかクリアということで、ありがとうございました。
というわけで、よかったら高評価チャンネル登録お忘れなく。では次の、またワールドでお会いしましょう。バイバイ。